アリアシャブ・アリブラトビッチ・ケベコフは、チェチェン独立派の野戦指揮官で、国際的に未承認のカフカース主張国の二大アミル。また、ダゲスタン共和国の反政府武装組織、シャリアとジャマートのリーダーでもあった。2015年射殺される1ヶ月前には、アメリカ合衆国国務省グローバルテロリストに指定された。ケベコフは1972年1月1日。 ダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国のシャミルスキー州に生まれた。成人になるにつれて、近隣のチェチェン共和国独立武装闘争に足を入れ、出身地の反政府武装組織、シャリアとジャマートのリーダーを任せられ、2010年10月にドクウマロフ率いるカフカース主張国に合流し、副官になり、カーディーとして厳格なシャリアをもとに、イジュティハードをもとに最終決定し、 数々の犯罪者を裁くが、イジュティハードやコーランなどの知識を持った人物ではなかった。2013年年末に、ボルゴグラードで発生した2013年12月、ボルゴグラード同時テロ事件を引き起こす。これがケベコフが初めてテロの指揮を取ることとなった。2014年3月18日、ウマロフが射殺されると、公認の主張に就任。 黒い未亡人による自爆テロを主導したほか、2014年10月5日、グロズヌイの市役所で自爆テロを起こしたほか、同年12月4日、2014年グロズヌイの戦闘では直接指揮せずも関与した。その後はイソルのアブーバクルアルイコールバグダーディに忠誠を誓い、アイソルに合流を表明し、勢力を拡大しようとした矢先となった2015年4月19日。 タゲスタン共和国ブイナクスクで隠れ家に隠れていたもののロシア治安当局によって吸収されて射殺後任にマゴメドスレーマの符がついた。ありがとうございます。